域益及び津軽軍の領域にほぼ相当する。明治維新で道の区国が分割されて設置された道の区国の一生、津軽国とは異なる。津軽軍や津軽市領の広崎藩、黒い藩の範囲については当該記事を参照。抗義の津軽地方は、広崎市を中心にした南部の中広市、南黒地区、五所川原市を中心とした北西部の 西北豪地区、青森市を中心とした北東部の東青地区の3つの地区で構成される。津軽と呼ばれる地域が津軽平野南部から拡大してきた歴史的な経緯から中心を中広市、南黒地区と見て中広市、南黒地区のみ、あるいは中広市、南黒地区と西北豪地区の2つの地区で競技の津軽地方とする場合もある。 競技を用いる場合は、東青地区は、青森地方などと呼ぶ。また、岩木川が作る津軽平野を中心とした地域圏と認識される場合もある。なお、西北五地区から津軽半島にかけての地域を、奥津軽と呼ぶこともある。夏泊半島は、鎌倉時代の初めまでは、ぬかの部分の一部であり、道の区湾岸は、外ヶ浜と言われ、中世までは、 津軽に含めないこともあったが、近世以降は津軽軍が設置されて、その一部となった。また、西南単域は中世までは、出羽国飛山軍に含まれていたと推定されているが、慶長8年に津軽市と佐竹市の交渉により津軽領となった。青森県庁は県内を6つの地区に区分し、各地域に総合的な出先機関である、地域県民局を設置している。 このうち以下の3つの地区が、抗義の津軽地方に相当する。気象庁の地域区分では、抗義の津軽地方が一時細分区域の津軽と定義される。二時細分区域では、西北五地区が北五津軽と西津軽2に,に分割される。東青地区は、東青、津軽、中広市、南黒地区は、中南津軽に相当する。中世には、 岩木川川口の13港があった、西北五地区が貿易で活況を呈したが、南部市の侵入により衰退した。江戸時代には、広崎城が置かれ城下町が開かれた、広崎のある中広市、南黒地区が中心になった。日本海側の味ヶ沢、深浦は北前船の寄港地となって栄えた。特に、味ヶ沢は,は、 津軽三枚の積み出し校として最も重要視された。明治時代になり、廃藩地県により、旧藩を引き継いだ、広崎県、黒井県、都南県、七戸県、八戸県と北海道大島半島の館県の6、県が合併し、広崎県が成立した。この際に、県庁は、広崎に置かれたが、初代県大三次の野田広道が県庁を、 現在の青森市に移転し、県名を青森県とすることを決定した。さらに、本州の鉄道の北のターミナル、及び北海道との窓口となって、青函連絡線が就航するようになったため、青森が存在感を増すことになった。その後、広崎市は陸軍第8師団と旧西広崎高校を要した、軍事。 学園都市として1889年の統計では、弘前市は人口3487人で全国29位、東北地方では仙台市、盛岡市に次いで3位だった。戦後、日本軍の解体により第8師団も解散したが、弘前大学が新設されたことから、弘前市は引き続き学園都市としての性格を保ち続けている。 白神山地の世界遺産登録を機に、広崎ネプタ、日向ネプタ、黒いネプタ、五所川羅立ねブタをはじめとするネプタなどの文化や、雄大な自然を有する津軽地方は、観光地として集客能力を増している。日本海側気候であり、冬に雪が多いのが、最大の特徴である。山間部の積雪量が多い。 夏は最高気温が30度程度まで上がる日もあるが、それほど暑さは長続きしない。盆地の形状に似た南部の中広市南黒地区は、フェーン現象が発生して気温が高い一方、西北五地区、東青地区では、しばしば山瀬の影響を受け、気温が上がらず、農作物に影響が出る年もある。ただし、山瀬が直接吹きつける。 南部地方に比べれば気温は高い。天気予報の地域区分については、気象庁を参照。歴史文献では655年、日本初期の最明天皇元年から登場し、機内から最も遠い江戸の居住地が、津貝、東日流、津刈り、津軽などと表記されている。中世には、平賀郡、琵琶郡、田舎郡の3つの郡が分立していた時期は4つの郡。 に分けて把握され、津軽三軍と言われた。鎌倉時代は、北条特捜領として、安藤氏などが支配したが、14世紀になると、南部氏が支配するようになる。戦国時代に津軽氏が支配した。近世になると、それまでの平賀軍、美和軍、田舎軍の三軍がまとめられて、津軽軍となる。明治維新の後、青森県の一部となる。 1878年、東津軽軍、西津軽軍、南津軽軍、北津軽軍、中津軽軍に分けられた。ありがとうございます。